アーリーン・ブラウンはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1950年代から1960年代にかけて活躍したアメリカの投擲選手で砲丸投げと円盤投げを専門とした選手である。1960年ローマオリンピックの女子砲丸投げで銅メダルを獲得。アメリカの女性砲丸投げ選手としてただ一人のオリンピックのメダリストである。テキサス州ラレド出身。ブラウンは1956年メルボルンオリンピックでは砲丸投げと円盤投げの2種目に出場。両種目とも米国新記録の投擲で砲丸投げで6位、円盤投げで4位という成績を残す。ブラウンは1958年にはアメリカの砲丸投げ選手として初めて50フィートの壁を破り、同年の世界ランク1位に位置した。翌1959年にはパンアメリカンゲームズの砲丸投げ、円盤投げの2種目を制覇するという快挙を達成。翌年のローマオリンピックの砲丸投げの銅メダル獲得とつながってゆく。ブラウンは1964年東京オリンピックでは砲丸投げで12位と惨敗してしまい、その後陸上競技から引退する。ブラウンは陸上競技引退後の1965年からローラーゲームの選手としてデビューする。テキサスアウトローズ、ニューヨークボンバーズ、ロサンゼルスサンダーバーズに所属。180センチメートル超、110キログラム超の巨体にもかかわらず、俊敏な動きで相手チームから恐れられた。1974年にはローラーゲームからも引退し、1983年にこの世を去る。彼女の死後、2005年に全米陸上競技殿堂入りを果たしている。ありがとうございます。